どうもご苦労様です。限られた国会のですね、会期の中で、本当に重要な課題、日本の将来を決めてる、決めるというぐらい言っても過言ではないようなですね、大きな課題山積の中の国会ではあるんですが、何かこう内閣としてですね、いわゆる緊張感の欠けたような、国会が続いておるような気がしてなりません。これは閣僚2人が辞められたということを申さることながらですね、それ以外でも、一つ一つは申しませんけれども、何かこう閣僚の緩みというのか、内閣の緩みというかですね、あえて言えば怒りと言ってもいいのかもしれませんけれども、本当に信じられないような、話がこう出てきて、それに対してまた野党が反応すると、それをまた、そんなことをですね、言ってる暇はないじゃないかと、もっとちゃんと信じろよと、こういうようなことでですね、何かこう、いたちごっこというと、語弊があるかもしれませんけれども、本当に何かこう、ピシッと筋の通った国会になってないんじゃないかなと、どこら辺にその原因があるのかよく分かりませんけれども、もちろん閣僚が、主要な人たちが、国会に出かけるというのをいかんということではありませんけれども。そういったこともですね、何かこう国会運営の日程の中でですね、非常にこう影響をしてきているような気がしております。いずれにしましても、私が申し上げたいのは、本当に国の今置かれている立場や国民の皆さんの思いからするとですね、徹底的ないわゆるその審議を国会に求められているんじゃないのかなというふうに思ってますので、我が党としてはやはり、きちっとした審議を、徹底した審議をやるべきだという立場で、これからも発言をしていきたいなというふうに思っています。それからですね、ちょっと気になっておるのが、カナダの例の国会への乱入に対して、総理が哀悼の意を政府に対してされたということであります。これはどうしようかないんですが、同じようなことはですね、日本の国会の中にもあったですね、例 の, 乱入者があったというふうに聞いてます。もちろんそれは銃を持っとったわけでもないし、具体的な被害がということはありませんけれども、状況が一つ変わればですね、同じことだって、言うわけですね。しかしそれに対してですね、どうもこう政府の反応がというか、あれは、国会の警備っていうのは、立法の長がということになっていくのか、議長なのか、その辺がよく分かりませんけれども、非常にこうカナダに対する反応と国内の国会のその無法のですね、乱入と何かこう少しこう対応に差があるんじゃないのかなというような気がしておりまして、うちの国会委員長も議員でそういったような発言をしたというふうに聞いておりますけれども、やはり万が一のことがあればですね、大変なことになりますので、その辺はまさにこれこそ緊張感を持ってですね、やっていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。それから党首討論が結局飛んだということで、これは国会の日程とかですね、予算委員会の集中を取ったからという話に聞いておりますけれども、どうもここもですね、ちゃんとやるという申し合わせなんですよね。
でもそういったところがこうポロポロとこう欠けていくところところに繰り返しになりますけれども、今国会のいわゆるその緊張感のなさというものが出てるんじゃないのかなというような気がしております。まあ以上、あまりあのブレイクはポルトですね、まあ幹事長の年だなと、ブレイク節になったなって言われるかはいけないんでこれぐらいしておきますが、まあ、あなたとしては本当に冒頭申し上げたように、きちっと国民の負担に応えた議論をやっていくという姿勢で、残された会議を臨んでいきたいというふうに思っています。とりあえず私から以上です。それでは質問を質問いただきたいと思います。その通りの社員と同じで質問をよろしくお願いします。幹事長よろしいですか。はい、どうぞ。あの宮田経産大臣の答えで、はい、あの一つはその政治資金の適切な支出じゃないかということと、もう一つは公電化防止、はいはいはい、まあ、大臣基盤の対応したということですが、うん、この2つの話について大臣、あの、何のことですか。まあ、先のその例の領収書、よくわからない領収書がっていうのは、まあ、これは、論議にならないですね。そういうものがいわゆるその、政治関係の中でですね、その領収書として使われるという感覚が、まあ、本人が言ったとかいかんとかいう話とは全然別の次元でですね、何をやってるんだと、まあ、いうことだと私は思います。で、あとはあの、まあ、株の問題は、もちろん大臣批判の一つをやるなということを、まあ、おやりになったということですから、特に、あれはないかもしれませんけど、まあ、いずれにしても、偶然なのか、その所管大臣ということはですね、これはまあ非常にあの影響のあることですから、まあ、さあされながら、ちゃんと批判にのっとって処理をしたということであればですね、まあ、これはあのそれだけのことだというふうに思いますけれども、まあ、いずれにしても、やっぱり、先の問題一つとっても領収の問題一つとっても、まあ、あの任命責任というのはですね、やはり、総理にあるんじゃないのかなというふうに思います。万が一、もう一人閣僚がですね、お辞めになるというようなことになればですね、これはもう本当に、その総辞職問だというふうに思ってますので、我々は決して総辞職を望むわけではないんですが、万々が一そのになればですね、やはり、きちっとしたあの、まあ、対象をですね望んで、いく立場にあるなというふうに思っています。基本的にはあの同じ考えですが、ただ、我が党としては、やっぱり、党独自でですね、あの法律を出していきたいという今、ことで、考えておるようです。ただ、まあ、あのいずれにしても、我が党だけでは出せる話じゃないんで、他党の皆さんに、まあ、乗っていただくとか、例えば他党の出したものに対して修正をですね、他党の考え方を入れてもらうとか、まあ、何らかの形はありますが、基本的にはあの考え方としては大きな差はないというふうに思っています。